はい、どうも皆さん、こんにちは。メンテナンス終了のお知らせが来ましたね。2月15日の1時から7時まで、メンテナンスがあったんですけれども、そのついでにゲームの調整が入りました。なんで今回はそちらの紹介と、小話の方していこうかなと思います。で、ゲーム調整の方、マルチバトルにおいて MVP 報酬より発見者報酬の方がよりレアアイテムが獲得しやすくなるよう調整を行いました。これは上がった感じですよね。書き方から見ると、とてもありがたいかな。自発に意味があるのはいいなと思います。マルチバトル及び共同クエストにおいて貢献度3位の場合にも追加報酬枠が獲得できるようになりました。これスラバク4人より3人の方がいいかもしれないですよね。こうなるなら。喧嘩ないっすもんね。こうなったら。2位の方がいいかもしんないけど、それでもやっぱ1、2、3位だったら、言ったら喧嘩が起きないのはいいですよね。もう特に今だと牽制とかでさ、牽制とかでなんかずっとこう無理やり4位枠に入れられてる人とかマジでかわいそうになってるんで、3人スラバクとかはありなのかなと思います。で、あとあれですよね、普通のマルチだと今まで1位と2位がもう見えてたんで、あれだったんですけど、3位って1位2位じゃないと見えないじゃないですか。で、3位も可能になるってなったら、もうやっぱ4位、5位、6位とかは特に、結構狙い目かなって思って殴ることも増えると思うんで、かなり、この変更は僕は歓迎すべきことなんじゃないかなと思います。そして、一部のマルチバトルにおいてドロップするアイテムを調整しました。なるほど。これは具体例を出してしまうと、ツイッターの方で見たんですけれども、赤箱からオールド系の武器がドロップするようになります。イエーイ。赤箱からですね、オールド系の武器、今までオリビエとか、フラムグラスとかって赤箱から SSR 武器がドロップしなかったんですよ。でも、それがドロップするようになりましたということでね、かなり、ありがたいアップデートですね。これはかなりの目玉感があるかな、俺の中では。マルチバトルにおいて準 MVP 及び3位の場合にも一定確率で赤箱が獲得できるようになりました。準 MVP の方が3位よりも高い確率で赤箱を獲得できます。これ実際にやってみたんですけど、それなりの確率で赤箱になりますね。結構高いです、確率的に。なんで、準 MVP、MVP っていうのは本当に狙う価値が出てて、いいなって思いました。コナミ感、小学生並みの感想ってやつだけど、とても良くなったと思います。なんで今後のね、アップデートの方も期待して、いきたいなと思います。とりあえずこんな感じで、皆さん、島ハード回るの忘れないようにね、5時までだったかな。島ハードマジで忘れない方がいいですよ。もういつまでかは忘れちゃったけど、いつまでだったかな。僕が言おうと思ってたのはこっちメインなんですけれども、島ハードがですね、島ハードのクエスト増加引き上げキャンペーンと、挑戦可能回数引き上げキャンペーンって、これ2回言った?挑戦回数可能、挑戦、挑戦可能回数引き上げキャンペーンと AP0 キャンペーンっていうのが、本日の16時59分までとなっております。5時までですね、となっているので、皆さんしっかりと、もう手遅れの人もおそらくいるでしょう、仕事でいるでしょうけれども、もしこの動画を見てる人はね、やべえ忘れるとこだったと嬉しく思いながら、島ハードの消化をしていくといいんじゃないかなと思います。それでは今日はこれぐらいで、皆さんまたお会いしましょう。ゼノイフリートの動画あげます。寝てたらごめんなさい、ちょっと遅れるかもしれない。寝てたらね、結構眠い感じです。じゃあまたねん。このテンションのなんか微妙感も眠い証拠だよね。